はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65へのための国語力、これはね、脇亜希子さんっていう方のね、読む力は生きる力っていう作品なんですけど、子供にとってのいい本とは何か、ためになる本とは何かっていうことが書かれているんです。さあ、では早速読んでみましょう。脇亜希子さんの読む力は生きる力です。このように子どもたちの読書の実態を見てきてつくづく思うのは、本を読むのはいいことだという認識はあっても、それはなぜかということや、どんな本がいいのかということまできちんと考えておかない限り、子どもへの働きかけがかえってマイナスになりかねないということです。何でもいいからたくさんでは、想像力や思考力を働かせて読むという力は身につきませんし、子供が手に取る本の質は明らかに悪化します。手当たり次第に読んでいればいい本にぶつかるという意見も聞きますが、それは本の厚さや文字の多さにびくともしない読書力がついてからのことです。名作だからいい本だろう、子供にはぜひ名作を読ませておかねばと思っても、それがずさんなダイジェストだと本物の本の面白さは味わえませんし、本というものを見くびる結果にもなりかねません。では本物の本、本当にいい本とはどんなものを言うのでしょうか。子供にとっていい本というとためになる本を連想し、ためになる本というと真っ先に電球を思い浮かべるという人が必ず少なくありません。子供が伝記を読むのはいいことだという通念は随分根強く、たまたま一冊読めたらひどく褒められたので気を良くし、何十冊もある伝記シリーズを確かに端から読んで小学生時代を終えたという学生もいます。しかし伝記というのはそんなにためになる本、子供にとっていい本なのでしょうか。確かに伝記というのは本来はとても面白く、広い意味でためになるものです。それはなぜかというと、偉い人になるための方法が書いてあるからではなく、現実に生きた一人の人間を通して過ぎ去った時代が鮮やかに浮かび上がり、単調な時もあれば劇的なことも起こる本物の人生というものの不思議さに触れることができるからです。でもそれを理解し楽しむには小学生の読書力では足りません。逆に言えば、小学生にも読めるようにまとめてある伝記は伝記本来の良さを失い、貧しくても頑張って立派な人になりましたといった具合の表面的でうさんくさい教訓話に過ぎなくなっている場合がほとんどなのです。これにはたくさんの弊害があります。まず、読めば褒められ、達成感があるとしても本当の面白さは味わえないので、読むことが好きになるとは期待できません。また、影の部分を切り刻んで切り捨てた綺麗事を白々しく感じ、本というものの全体を信用できなくなり、そういうものを読ませる大人にもそっぽを向く子供も出てきます。それに、本来は面白いはずの伝記というジャンル自体が敬遠される結果になりかねないものも、もったいない話です。中学生、高校生ぐらいになれば、ぜひとも真実を歪めずに書いた伝記を読んでほしいものですが、小学生で触笑してしまうせいか、肝心のその時期にふさわしいような伝記は探してもなかなか見つかりません。ためになるという判断基準は、何をためになるとするかによっておかしな方向に行きかねない危険をはらんでいます。伝記がためになると言われるのは、教訓や知識が得られると期待されているからでしょうが、教訓や知識だけならアニメや漫画でも得られます。事実、歴史漫画はためになる本と分類されていて、学校図書館や学級文庫に置かれていることも多く、もっぱらそればかり読んできたという学生もしばしばいます。歴史漫画などは知識を得るのに便利ではあるでしょうが、ためになるからいい本だと思い、そればかり読んで安心していたら、いざ本らしい本を読もうと思った時に読みこなす力がなくて愕然とすることになりかねません。実はここに、子供にとって本当にいい本の基本的な条件が潜んでいます。それは、読んだ時、その時ためになる、あるいはためになったような気がするだけの本ではなく、後になって本離れする原因になったりしない本、
つまり読む力を育ててくれる本であるべきだということです。これは大人にとっての読書と子供にとっての読書の大きな異なる点でもあります。ちゃんとした読書力を身につけた大人にとっての読書は知識や楽しみを得ることが目的ですから、その目的を果たせるならばインターネットや映画に置き換えても不都合はありません。しかし子供にとっての読書は知識や楽しみを得る本来の手段であると同時に読む力のトレーニングでもあるのであって、他の手段に置き換えるわけにはいきません。一部はいいとしても全部を他の手段に委ねては絶対にいけないのです。その意味でたとえ知識や教訓が得られたとしても、中身の薄い小学生向きの伝記や歴史漫画などはいい本とは言えないことが分かっていただけると思います。何でもいいからたくさんと言われて数をこなすために読むような本ももちろんダメです。読み応えという言葉がありますが、本は程よく読み応えがあってこそ知らないうちに読む力を育ててくれます。楽に読めるからという理由で選ぶような本ではそもそも意味がないのです。さあ、子供にとってはね、いい本というのは読む力を育ててくれる、読む力のトレーニングになる本、ね、後になって本離れする原因がない本っていうのが、いい本なんだということなんですね。さあ、じゃあ詳しく見ていきましょう。質問に答えてみてください。さあ、このような子どもたちの読書の実態を見てきてつくづく思うのは、本を読むのはいいことだという認識はあっても、それはなぜかということや、どんな本がいいのかということをきちんと考えておかない限り、子供への働きかけがかえってマイナスになってしまうということなんです。何でもいいからたくさんでは想像力や思考力を働かせることはできませんし、子供が手に取る本の質は明らかに悪化します。手当たり次第に読んでいればいい本にぶつかるという意見も聞きますが、さあ、それはどんな風になってからの話なんですか？そう、本の厚さや文字の多さにびくともしない読書力がついてからのことです。名作だからいい本だろう、子供にはぜひ名作を読ませておかねばと思っても、それがずさんなダイジェストだと本物の本の面白さは味わえる？味わえない？そう、味わえません。本というものを見くびる結果にもなりません。では、本物の本、本当にいい本とはどんなものを言うのでしょうか。子供にとっていい本というと、ためになる本を連想し、ためになる本というと、真っ先に何を思い浮かべる人が多いでしょう。そう、伝記。子供が伝記を読むのはいいことだという、通念は随分根強く、たまたま一冊読み終えたらひどく褒められて気を良くして、何十冊もある伝記シリーズを端から読んで小学生時代を終えたなんていう人もいます。しかし、伝記というのはそんなにためになる本、子供にとっていい本でしょうか。確かに伝記というのは本来はとても面白く広い意味でためになるんです。それはなぜかというと、さあ、なんで伝記は広い意味でためになるんでしょう。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。偉い人になるための方法が書いてあるからではないんです。現実に生きた一人の人間を通して、過ぎ去った時代が鮮やかに浮かび上がり、単調な時もあれば劇的なことも起こる本物の人生というものの不思議さに触れることができるんです。でもそれを理解し楽しむには小学生の読書力では足りますか？足りませんか？そう、足りません。逆に言えば小学生にでも読めるようにまとめてある伝記は伝記本来の良さを失い、貧しくても頑張った立派な人になりましたといった具合の表面的でうさんくさい教訓バージョンに過ぎなくなってしまうんです。これにはたくさんの弊害があります。さあ、表面的でうさんくさい伝記を読むと、さあ、どんな、まず弊害が一つ目ありますか？そう、読めば褒められ達成感があるとしても、本当の面白さは味わえないので、読むことが好きになるとは期待できません。さあ、そして今度は伝記を読む弊害は二つ目なんですか？そうなんです。影の部分を切り捨てた綺麗事を白々しく感じ、
本というものを全体を信用できなくなり、そういうものを読ませる大人にもそっぽを向く子供が出てきてしまうということです。さあ、そして電気ばかり読む弊害は3つ目何でしょう。そう、本来は面白いはずの電気というジャンル自体が敬遠される結果になるというんです。中学生高校生ぐらいになればぜひとも真実を歪めずに書いた電気を読んでほしいものですが、小学生で触笑してしまうせいか、肝心のその時期にふさわしいような電気は探してもなかなか見つからないと言います。ためになるという判断基準は何をためになるかとすることによっておかしな方向に行きかねない危険をはらんでいます。電気がダメになると言われるのは、さあなんででしょうか。何が期待されているからでしょう。そう、教訓や知識が得られると期待されているからです。でも教訓や知識だけならアニメや漫画でも得られます。事実、歴史漫画はためになる本と分類されていて、学校図書室や学級文庫に置かれていることが多く、もっぱらそればかり読んできたという学生もしばしばいます。歴史漫画などは知識を得るのに便利ではあるでしょうが、ためになるからいい本だと思いそればかり読んで安心していたら、さあいざ本らしい本を読めるでしょうか、読めないでしょうか。そう、いざ本らしい本を読もうと思った時に読みこなす力がないと愕然とすることになるというんです。実はここに子供にとって本当にいい本の基本的条件が潜んでいるんです。それは読んだ時にためになる、あるいはためになったような気がするだけの本ではなく、さあどんな本であるべきだと言っていますか。そう、子供にとって本当にいい本の基本的な条件は、後になって本離れする原因になったりしない本、つまり読む力を育ててくれる本なんです。これは大人にとっての読書と子供にとっての読書の大きく異なる点でもあります。ちゃんとした読書力を身につけた大人にとっての読書は知識や楽しみを得ることが目的ですから、その目的が果たせるならばインターネットや映画に置き換えても不都合はありません。しかし子供にとっての読書は知識や楽しみを得る手段であると同時に、さあどんなトレーニングでなければならないと筆者は言いますか。そう、読む力のトレーニングでもあるのであって、他の手段に置き換えられるわけにはいかないのです。一部はいいとしても全部を他の手段に委ねては絶対にいけないのです。その意味で、たとえ知識や教訓が得られたとしても、中身の薄い小学生向きの電気や歴史漫画などはいい本とは言えないことが分かっていただけると思います。何でもいいからたくさんと言われて数をこなすために読むような本ももちろんダメです。読み応えという言葉がありますが、本は程よい歯応えがあってこそ知らないうちに読む力を育ててくれます。楽に読めるからという理由で選ぶような本ではそもそも意味がないのです。脇亜希子さんのね、読む力は生きる力、読み応えのある本、読む力をつけてくれる本を読みましょうっていう話ですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。